相棒失忍とは脳障害による失忍の一種で特に顔を見てもその表情の識別ができず誰の顔かわからずもって個人の識別ができなくなる症状を指す。俗に質顔症とも呼ばれる。頭部損傷や脳腫瘍、血管障害などが後天的に相棒失忍を誘発する要因となる。 親しい知人の顔が突然認識できなくなるという典型的な症状は古くから確認されており、トゥキディベスの歴史にはペロポネソス戦争に従軍して頭部を負傷した兵士の症例が記述されており、その後も同様の症例が数多く報告されてきた。1947年に一連の症状をドイツの神経学者ヨアヒム・ボーダマーが 他の認知機能には、支障がない、選択的な障害として取りまとめ、相棒失認と命名した。視覚失認などの他の失認と同様、相棒失認の発症者も目、鼻、口といった個々の顔のパーツや輪郭などを知覚することはできている。しかし、これを全体として、一つの顔として正しく認識することができないため、 人間の顔の区別がつかない、覚えられないといったもの、男女の区別、表情がわからないといった症状を訴える。よって、発症者は、個人の認識を、着衣や声といった、顔以外の情報により言っているケースが多い。ただし、障害の程度によってはごく近しい人間は、識別できているケースもあり、事例によりかなり差異がある。なお、 同じカテゴリーにあるものを区別することが困難であるため、例えば車の車種の区別などがつかないという症例を併発する事例も報告されているが、これを相互質認と同一しすべきかについては議論がある。人間の顔を認識、識別する機能は、側頭葉、後頭葉に偏在する、顔領域と呼ばれる部位に依存しているとされ、この脳神経が何らかの原因で、 機能障害を生じることにより相互失認に至ると考えられている。先天的に相互失認を発症する確率は2%程度と推定されており、一般的に想像されるよりかなり多い。人間の個体識別は顔の認識だけでなく声や着衣、体格、振る舞いなど様々な情報を総合して行われており、 顔の認識に障害があっても他の機能で代償し、日常生活に支障をきたしていないため、相棒質疑を自覚していない人が相当に存在すると考えられる。なお、遺伝による性得的症例である可能性も否定できず、1999年には父親と二人の娘にのみ障害が現れ、母親と息子には障害が見られないという家族が報告されている。 各種の顔認知検査により判定される。代表的なものとしてはなどがある。発症者は、正当率に優位な差が見られる。prosopagnosia.colinsdictionary.com l ギリシャ語の、プロソプント、出人も合成語通信用語の基礎知識より、ハットロンドンのマカナヘで報告された12歳級。 過月の少女の事例等。防水上階、上速投稿、扁桃体等、ファーストレポートオブプレバレンスオブノーン、シンドローミックゲレダタリープロソパグノジアによる、報告では689名中17名2.47%、なお発症者の一新等にも高確率で、発症例が確認されている。プロソパグノジア、リサーチセンター、ブラピ、 人の顔が覚えられない症状を米紙に告白 CNN.jp2013.0524 日本語のオープンアクセス文献ありがとうございます。